はい、どうもこんにちは、RJJ の岡本です。今日はですね、先日、トライフォース博多さんへ出稽古に行った際にですね、農技で、スパーリングをしましたので、その時の、様子をお届けしようと思います。私はですね、柔術着を着た、柔術をメインとしてやっていて、農技はですね、もうほとんどと言っていいほどやったことないんですけれども、コムロックとか、一番絞りはできないかもしれないですが、チャレンジをしてきましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。 IBJJF チャクロルールで大体やってますけど、どっちでもいいですか？ヒールアリ、外掛けヒールアリスか。マジで？嘘。わあ。黒帯でしょ。お。俺オールアリでやったぞ。黒帯でしょ。ヒールアリス。わきさすと危険な。ありがとうございました。
なんだそうですけど、はい、いかがでしたでしょうか。スパーリングはですね、結構やらせていただいて、やっぱり柔術技掴むところがねないとなかなか勝手が違ってですね、非常にやりにくかったんですけれども、また柔術とはやっぱり別の競技っていう感じがするんですけれども、やってみた感想としては面白かったですね。こういった競技もあるのかと。言い方を変えれば実践に近いのは多分農技の方なのかなとは思うので、やってみて非常に勉強になる面がありました。で、私は柔術において、柔術技を使ったテクニックをすごく得意としているので、技に頼らない、テクニックとか、決め技についてもですね、勉強しようかなと思いました。それでは今日の動画は以上になります。もしこの動画が気に入ってくれたらグッドボタンとか、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。